バグの新シリーズですが、今回は特別編のようです。やっとリーフレット。バグシリーズもう20で、今回日向香織コレクションとなっております。ラインナップこんな感じの5種類なんですけども、全部日向香織さんが作ったキャラクターで埋まっております。いつものおなじみモリスの派生キャラクターだったり、あと初めて見るのもいるんですけども、もう日向香織さんの世界観が広がっております。これは楽しみ。まずは袋がちょっといいやつになった。こちらです。かわいい。まずこちらはキティモリスというものです。カラーバリエーションこんな感じの緑が出ました。キティモリスかわいい。相変わらずこの表情ですよ。この魅力的な表情で、このキティモリスというのは通常のモリスの角がないバージョン、角が生える前の姿だそうです。いつものネズミくんはまだ仲間になっておりません。まあ、この緑のお洋服で揃って嬉しい。ちょっと身長も低めでね、この子供らしい服装もすごい可愛い。下の方がねちょっとぽっこりした感じのこのフォルムもすごい可愛いです。このほっぺと耳のところの赤みもまたいいです。ほらこの横向いた時のこの魅惑的な表情ですよ。ほんとなんかね不思議な引きつけられる魅力を持ってますね。はい、お次。あ、今回この5種類1個ずつ回してきました。やっと。お次はクラッシーモリスかなの赤が出ました。今回センターはこの黄色い服の子だったんですけど、赤も嬉しい。初代モリスのメインカラーが赤だったんで揃って嬉しい。でも今回の方が色の濃いめ深めの赤になっております。お顔はいつも通りかな。でもなんかここほくろがありますね。おそらくエラーでしょうけど、なんかすごいセクシー。服装がリボンとシルクハットをかぶって上下揃いのものを着ております。なんだかフォーマルな感じ。今回の特別バージョンに合わせたお洋服でしょうか。ネズミくんもおります。色違い。さっきは角のないやつでしたけど、今回は進化バージョンでした。お次。いやっと、これはなかなかでかい。キノラ。キノラのこの白金カラーかなんか出ました。幻のデビュー作だそうです。キノコの帽子の怪獣キノラ。いやこれなんか面白いですね。顔は鹿っぽいかな。鹿っぽい。でもすごい可愛い。黒塗りの目がすごいいいですね。この金ピカの帽子すごい綺麗。この胴体部分がめちゃくちゃいいですね。このキノコ感、ちょっと段々になっていて繊維質な感じもよくわかります。尻尾もキノコ、この爪先も金色で、この白金カラーすごいいいな。このザ・キノコって感じの赤もいいですけど、白金カラーなんかすごいあのありがたい感じがします。幻の神々しいキノコ。お次。やっとこちらの方がさらにでかい。こちらはプーカというものです。の真ん中の白かな。これはでかくて丸い。今までのバグのシリーズの中でも結構でかい方です。モフモフでふわふわの綿ぼこりから生まれた怪獣だそうです。綿ぼこり、なんかこの爪とか角と鼻がねそれぞれカラフルでとても可愛いです。今回のは今までのよりも結構ポップな雰囲気ですね。このなみなみの口とか、動物的には羊っぽいです。この耳可愛い。はい、そして最後です。いやと、はい、最後はゴーストモリスという怪しいのが出ました。で色は黒。あ、この真ん中の白と黒で揃えたい。でも他の色もすごい綺麗です。ゴーストモリス、モリスの闇の部分的な存在でしょうか。この鏡を持っているんですけど、めちゃくちゃ綺麗。目も金ピカで輝いていて綺麗です。鏡の中の物語、暗闇に灯るモリスの精霊だそうです。何かしらの深い物語があるんでしょう。この顔と角の形状が全く同じなんでね、モリスの闇キャラなんですね。このちょっと右になびくヒラヒラとか、この塗装のグラデーションの感じもすごく綺麗で、怪しい雰囲気が出ています。はい、というわけでバグシリーズ20の日向香織コレクションでした。いや、この5種類は本当良かったです。日向香織さんファンにはたまらないですね。キャラクターも増えて、このメルヘンファンタジーな世界観がすごい広がりました。可愛さで言えばこのキティモリスが抜群にいいですね。またこのちょっと上目遣いな感じもねすごく魅力的です。あとゴーストモリスがすごいおすすめです。ちょっとほの暗い感じもあって、ぜひ一緒に飾ってほしいです。あと一緒に飾るといえば、このカエルたちが今回すごくいい味出してると思います。この世界では妖精的なポジションでね、すごくいい味出してると思います。こちらも共にぜひ。